でもやっぱクラロワが一番面白いですね。神経とか、その要は動体視力とかめちゃくちゃ高いわけじゃないですか。動体視力だったりとか、まあ、反射神経は、うん、特別に優れてるわけではないと思うんですよ。すごい速さで球来るわけじゃないですか、はい、卓球の。見えてる方がその分余裕があって打てるから有利なのかなと思ったんですけど、卓球の球ってあの近いじゃないですか。だいたい2メートル74センチですかね、相手との距離が、うん、ボールが来る速度って 0.2 秒でもボールできちゃうんですよね。人間の脳が伝達してから体が動くまでいうの時間より早いんですよ。あ、じゃあ見てから打ってるわけじゃないですか。ある程度まあ予想をして読んでるところにボールが来るから返せるのであって、目をつぶってていきなりじゃあ打ちますって言って目開けた瞬間にボールがパッて来たら絶対取れないと思うんですよ。ここら辺に来るだろうなっていうので、もう体は動いてる段階で合わせに行くみたいな。自分が打った球って意思があるじゃないですか。相手のサーブ以外は自分が打つんで、意思が乗ってるわけですね。回転がかかってるとか、コースをついたりとか、相手が次返球してくるコースだったりとか、こういう回転で打ってくるだろうなってかなり予測ができるんですよ。自分のかけた回転を完全に殺して全然予想外の回転をかけてくるっていうのはあまりやられないんですか？めったにないですね。ある程度限られた場所にしか返球ってできないんですよ、卓球って。低い球で回転かけた球ってもうほとんどが限られたコースにしか来ないんで、まあそこを待ってればいいわけですよね。スマッシュってその上から叩きつけるから取りづらいってことじゃなくて、純粋にどこに行くか分かんないから取れないって話なんですか？チャンスボールをわざと与えて思いっきりスマッシュ打ってくださいって言ったら、それは多分取れないと思います。高校生ぐらいと水谷さんがスマッシュ対決みたいなのやったら、試合的には結構イーブンだったりするんですか？相手のその打つ瞬間のフォームで大体分かる。このスイングするじゃん、大体絶対スマッシュの時ってこう引くじゃないですか、はい、ここでどこに打つだろうなって予測ができるのと、ボールのこう飛んでるのに合わせてこう振るんで、そのタイミングでどこに来るのかなっていうのは大体予測できるんで、そういうのも予測に入るんですよ。こういう移動と、そっか、縦の移動だからこの範囲内に落ちるよね、であとは速度がどうなのかみたいな、はい、そう